はい、どうも、こんにちは。今回まず殺人探偵ジャック・ザ・リッパー続きからやっていこうかなと思います。前回は、1回ゲームオーバーになったけど、やり直しをして、第1章、第2章でやり直しをしたりとかして、で、また第5章に帰ってきて、で、第5章のゲームオーバーを乗り切ったっていうとこだね、前回は。で、こっからまた続き、また場面変わったからやっていこうか。とある組織の存在を知ったのは数年前のことだ。歴史を陰から操ってきたなどとも噂されているが、その真偽のほどは確かではない。あれかな、警察と手を組んでさ、グリーンメイス潰しに行くのかな。なんかライオネルの口上はまるで要領を得なかった。突然呼びつけた割に急を要する内容とは思えず、そもそもローリー自身に関係している話とも思えなかった。その組織が100年以上前から存在していたのは確かだ。彼らは巧妙に影に隠れながら徐々に勢力を拡大させた。グリーンメイスだろうな。そして今ではありとあらゆる組織に入り込んでいる。はあ。そんな都市伝説のような組織が実在するのですか？それではまるで与太話の秘密結社のようです。あ、てか、そっか、その話は聞いてんのか。てか、そもそもローリーと先生の会話の中でグリーンメイスンって初めて出てきたっけな。他ならぬ、そのグリーンメイスンのことだ。奴らは決して噂だけの存在ではない。ほう。この英国に確かに存在する。パパ。卑怯者が使う逃げの常套句だと思っていました。都合の悪いことをなすりつける体のいい言い訳で、子供をしつけるためのブギーマンのようなものだと。ローリーはグリーンメイスの存在を信じてはいなかった。早く寝ない悪い子は、夜遊びをする悪い子は、緑頭巾のグリーンメイスがさらいに来るぞ。子供の頃、寝物語に誰でも聞かされるような話であり、おとぎ話、与太話であるという認識であった。しかし、父であり、マフィアの首領であるライオネルの口調は固く真剣で、冗談を言っている雰囲気ではなかった。いや、わかんないよ。パパがめちゃくちゃうまいのかもしんないよ、全然。冗談に見せない感じでさ、嘘でしたーって来るかもしんないよ、急に。親の言うことを聞かない子供は、ブギーマンがさらいに来る。ブギーマン？あ、ちょっと。そのように架空の存在だったなら、どれだけ楽か。ちょ、ドギーマンの真似しようかなと思ったけど、恥ずかしくなって、なんか一番中途半端になっちゃったわ。それで、そのグリーンメイスンがどうかしたのですか？確かにね、なんかお父さんが気づくってことは、なんかやらかしたのかな。奴らにも絶対に入り込めない組織があった。は？我々だ。はあ。だが、グリーンメイスンと思わしき組織から打診があったのだ。実はもうスパイが入ってんのか。秘密結社が我々ゴッドスピードユニオンファミリーと協定でも結びたいと？いや、傘下に加われという傘下に加われ、バカでかくないじゃん、存在。バカな、よくもそのような一方的で相手に屈辱を強いる提案ができたものですお前、ね。傘下に加われなんか白ひげしか言えねえよ。ワンピースの白ひげでしか聞いたことねえよ、傘下に加われって。奴らは後悔という言葉の意味を思い知ることになるでしょう。おそらくは徹底抗戦の通達だろう。そんなローリーの予想に反してライオネルは首を横に振った。一昔前ならば間違いなくそうだっただろう。だが、彼らに反旗を翻せば我々は孤立する。そんなでかい組織なの、グリーンメイスンって。怖っ。政財界の連中は顔を背け、組合の面々は尻込む。仁義で結ばれていた市民との絆さえも断たれるだろう。それはあまりにも悲観的ではないでしょうか。お前はグリーンメイスンの権力の大きさを知らないんだな。認めたくはないが、動かしがたい事実だ。探りを入れたが、彼らの根回しに抜かりはない。すでに隅々にまで先手を打たれていた。なんかあいつが取り込まれてそうだよな、あのでかい体のやつ。情報という点においての優劣は明白だ。我々がようやく彼らの尻尾をつかんだというのに、彼らははるか以前から我々の喉元を狙っていたのだ。怖いな。暴力と流血、そして掟。
無法者である以上、我々が悪なのは間違いない。確かに、まあ秘密結社っていうだけで何してるかはまだ定かではないもんな。グリーンメイスの仕業とは言い難いし。しかし人として真っ当な道ではなくとも、そこには通すべき仁義があり、仁義のつながりこそ市民からの信頼を得てきたものだ、うん、だが時代はすっかり変わってしまった。今や人をまとめ動かすのは思想や仁義ではない、金と利権だ。まあまあそうだと思うよ。ではファミリーとしてグリーンメイスの打診をおとなしく受け入れると、うん、秘密結社とやらの軍門に下るのですか。いやまあ仕方ないんですかね。これは顔役とは実に損な役回りだ。画を通せばファミリーだけでなく市民も巻き添えだ。ならず者たちも拠り所をなくしてしまう。すまない、前置きが長くなってしまったな。ゴッドスピードユニオンファミリーはグリーンメイスンの傘下に入る。ああこれであれかな、これは決定事項だ。あれじゃない、これ多分このことをさ納得できないローリーがさアーサーに相談してさ、ローリーとさシャーロットとアーサーがさ打倒グリーンメイスになるんじゃないの。議論を挟む余地すらないのなら、うん、どうして副首領である私を呼びつけたのですか。だってそうじゃん、だってゲームオーバーの画面がそうじゃん。特に最近とかシャーロットとかさローリー出てきてたしさ、多分警察とのつながりを完全に断てということを伝えるためだ。はあ、表立って敵対しろという指示ではないのでしょう。それなら個別に言い渡す意味があるとは思えません。多分ローリーがアーサーに相談するんじゃないかな。確かに相入れずとも彼らには敬意を払ってきました。しかし常に一定の距離を置いてきたのも事実です、うん、完全に関係を断ったところでさほど変化はありません。ファミリー全体としてはその通りだろう。しかしお前自身には大きな変化があるはずだ。あの探偵のことでな。まさかあの探偵が警官とつながってるからな。アーサー、彼の何が問題なのですか。お父様がおっしゃった通り、アーサーは探偵です、警官ではありません。最近はあいつはシャーロットという名の警官と、だが公然とロンドン市警の捜査に協力している。うん、それは今回に限ったことにはならないだろう。うん、父親の死によってより一層関わるようになるのは明白だ。確かに、端的に言えばあの探偵はもはや警察側の人間だ。故にお前と探偵のつながりも完全に断つ必要がある。それを理解させるためにこうして呼びつけたのだ。ああ、ローリーは考え込むように視線を下に向けた。ライオネルも娘が顔を上げるまで静かに待っていた。グリーンメイスンから警察と関わるなと要求されたのですか。アーサーと関わるな、それはお父様の考えなのでは。もっともらしい理由をつけたのは私が承知しないと分かっていたからでしょう。死刑は今グリーンメイスンの捜査に躍起になっている。そんな死刑と懇意にしている者との関係を続けてみろ。確かに、お前にも疑いがかかり無用な危険が及ぶだろう。絶対そうだと俺の予想合ってるよ。ローリーが納得できずにアーサーと協力するようになって、だったらお父様、私はアーサーと協力してグリーンメイスを潰しますみたいな、絶対なるよ。私には絶対なる。ファミリーの皆の命を守る義務がある。うん、ファミリーに関係する者の命に対する責任がある。当然お前の命に対してもだ。あれかな、両手に花で終わるのかな。両手に花でアーサーがさ戦地に赴くんじゃないの。そんな詭弁に隠れるなんて卑怯だ。はあ、ファミリーのためや市民のためではなく、どうして私を守るためだと正直に言わない。お父様は信念を貫くよりも
命を拾う道を取るというのですね。名を捨て実を取ると。まあ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 、周りはもうそんなおかしい選択ではないよ。誇りを持たぬまま生き延びて一体何の意味があるというのですか。問うまでもないだろう。死んでしまっては意味がない。お父様強いね。やっぱ命惜しさに誇りを手放すと本気で言っているのですか。もしそうだとすれば、仁義を失ったのはあなたの方だ。まあ、確かに仁義は失ってるな。お嬢、押さえてください。あ、出てきた。出てきた。一番に考えるのは当然です。でかいな、お前やっぱ。だからこそ、許すわけにはいかない。自分の娘の命が惜しいばかりに、グリーンメイスンの軍門に下るというのなら、あなたに、ファミリーを束ねる資格はない。あ、親子喧嘩が。ああ、ローリーは怒りに任せ、ライオネルへと詰め寄る。命惜しさに膝を屈する者に、狩猟たる資格はないと断じた。お前にはあるというのか。そうだ。自分の命だけでなく、家族の命に対しても責任を負う。その覚悟が、本当にあるというのか。なんか主人公みたいだな、お前。ローリーも。しかし娘に胸ぐらをつかまれてもライオネルは動じなかった。心の底を見透かすようにローリーの両目を見覗き返す。自分の娘の覚悟を疑うというのですか。うん。命惜しさに誇りを捨てるなど言語道断だ。マフィアの教授はどこへ行った。それに私はアーサーに恩がある。恩を返さずして仁義を通すことなどできない。私ならあなたを人質に取られたとしても、本当だ。グリーンメイスンと戦う。徹底的にだ。本当だっていうか、まあ俺の考えなんだけど、絶対じゃん、もうこれ絶対。血を流すことになろうとも、命を落とすことになろうとも、私は決して仁義の旗を下ろしたりはしない。いいだろう。あ、そこまでの覚悟があるのなら、好きにしろ。お父様。振り払うようにライオネルがローリーの手を跳ねのけた。言われるまでもありません。私はファミリーを抜けます。守るべき家族でも娘でもなくなれば、ああ、お父様は自由になる。言っちゃっていいのそれは。そうすればあんまやめとけよ。グリーンメイスンに膝を屈し協力する理由もなくなる。後で後悔するぞ。無言で出て行った方がいいじゃん。お嬢、誰がファミリーを抜けろと言った。うん。ローリー・ゴッド・スピード。は？お前にはこれからファミリーを率いてもらう。何、お前の方がふさわしいみたいな。え？お前の方がこのグループじゃないんだ、この組織の狩猟にふさわしい。娘に諭されるとは私も老いた。いや、よくぞ育ったと言うべきか。は？ゴンザレス、お前が立ち会い人になれ。狩猟の座をお父様ローリーへと譲る。お父様会長になるんですか。会長に。しかしずっと娘のそばにいるお前なら分かっているだろう。ローリーならどのような状況でも信念を貫き。違った、俺の予想外れた。くそ、ローリーだけ一人出て行ってアーサーの元に駆け込むかと思ったのに違った、はい。お父様が意外すぎた。ゴンザレスの力強い言葉にライオネルは満足そうにうなずいた。ライオネル・ゴッドスピードは今この時をもって我が娘ローリー・ゴッドスピードに当主の座を譲り、ファミリーの全権限を受け渡すものとする。お父様。お父様。慎んでお引き受けします。お父様どこ行くの。ああ、会長、グリーンメイスンへの返答を頼む。くれぐれも用心にしろ。お父様。ライオネルが付け加えた一言はローリーには先代ではなく父親としての言葉に思えた。ええ、奴らに身の程を思い知らせてやりますよ。いいじゃん、二つの組織がねえ今同時にグリーンメイスンに矛先向いてるからいいじゃん。一対一で挑むよりはね。シャーロットたち大丈夫だろうか。あ、アーサーは言ってないんだ。そこまで心配することはねえよ。業者を連行することには成功したんだろう。あとは奴から情報を引き出すのを待つだけだ。待つしかないか。
アーサー、いるか。事務所に入ってきたローリーは張り詰めた空気をまとっていた。アーサーは彼女が物件遊山かなで探偵事務所を訪れたわけではないことを悟った。話がある。はい。少しだけいいか。どうぞ。ああ、座ってくれ。いや、今日は紅茶は必要ない。は、すぐにでも出発することになるからね。まあいいんじゃない、ユニオンファミリーは結構構成員もいるだろうしさ、結構いい味方なんじゃないの。わかった。それでどうしたんだ。まず伝えておこう。僕はゴッドスピードユニオンファミリーの狩猟を継いだ。それはおめでとう。おめでとう。今はお祝いの言葉はいいよ。これから忙しくなりそうだからね。何かあるのかい。グリーンメイスンのことだ。グリーンメイスンね。とぼけなくていい。あ、死刑とどんな話をしているのかは知らないが、奴らの動向を探っているんだろう。やっぱ基本的には内密にしないといけないんだ。アーサーも問いかけるローリーの瞳には確信の光が宿っていた。ごまかすべきではないと判断したアーサーは神妙な面持ちで首を縦に振った。ロンドン死刑と君は奴らの足取りを追ってるんだろう。うん。いつぞやのことがあったのに、君とは随分と仲良くしてるみたいだ。ああ、だいぶ前にあったね。なんか疑われてた時期が警官に。そうだね。僕はグリーンメイスについて捜査をしてる。うん。それでどうして急にその話を。向こうから仕掛けてきたんだ。ゴッドスピードユニオンファミリーに対してグリーンメイスの傘下に加われとね。お父様は君との関係を立てとも言ってきた。君はどうやら奴らにとって都合の悪い部分を突こうとしてるらしいね。今日は関係の解消に来たってことか。違うね。我々はグリーンメイスンには従わない。徹底抗戦だ。これから奴らと戦う前にちょっと挨拶に寄っただけだよ。こう話す順番間違えたのお前だ。それでこのここの話、こう加われとねっていう後にさ、だから私がお父さんを説得して狩猟になったって言ってくれれば流れ良かったのに、なんか順番違うから変な感じになってんじゃん。待ってくれ。それじゃあまるで、うん、これから死にに行くみたいだ。生きて帰ってくるさ。場合によるさ。まあそうだよな。無傷で済むかもしれないし、かつての君のように死の世界に片足を突っ込むことになるかもしれない。もちろん場所知ってんの。でもそうならないように努力はするけどね。場所知ってんも何もどうせあれだけどな、港だけどな。どうせ港にいるんだろうけどな。ローリー、僕はグリーンメイスについてロンドン死刑と協力して捜査を進めているところだ。もう少しだけ待ってくれないか。でもこれあれだな、アースは反社会組織とさ警察との間にいるからさ、あれだよね、情報とかもさあんまりこう反社会と警察がさ繋がってしまうからさ、あれだよな、渡せないような情報も。それは面白い冗談だ。まさかとは思うけど、うん、我々に警察と協力しろって。まあ無理だよ、どっちも譲らないと思う。警官も嫌だって言うしね。え、反社も本気で言ってるんだよ。同じ敵を相手にするなら手を組んだ方がいい。うん、例えば。それもわかるけど、反目してる相手でも敵の敵は味方ということか。だけどこれは我々ファミリーの問題なんだ。警察には介入してほしくない。お願いだローリー、協力してほしい。嫌だ。は？あ、ロンドンの平和のために、犯罪組織を撲滅するために。え、何これ。え、ロンドンの平和はでもあれでしょ。いや、どっちだ、どっちなんだこれ。でも犯罪組織をっつったら我々も犯罪組織だって言われたら言われるかもしんないよな。ちょっと話思い出せ。ごめん、ちょっと 眠たくてさ眠たくなってきてさ、ちょっとあんまり聞いてなかったんだけど、どうしようかな。ロンドンの平和のために、でもロンドンの平和のためにってどっちかっていうと警官の視点だよな。いやでもこれも警官か。これでいいんじゃない。じゃあ違うかな。ロンドンの平和のためだ。弱者を食い物にするグリーンメイスンの悪事を暴き、
壊滅させる。このなんか反対意見が反対意見で判断するわ。確かに見過ごすことはできないね。だけど、はい、戻ります。それは我々が警察と協力する理由にはならないんじゃないかな。はい、戻ります。はい、すぐにね、すぐに対応しますから、言っても。はい、すぐにはい、すぐに戻ります。はい、どうですか。犯罪組織を撲滅するためだ。いい皮肉だ。それは案に我々違う、まあ、そうだよね、そうなるよね。まあそうなると思った思った思ったもん。だからあれ選んだもんいや、やっぱそうだよな、ね、やっぱ最初の選択肢合ってるよな。ロンドンの平和の確かに見過ごすことは、我々が勝つということはグリーンメイソンは壊滅だ。うん、秘密結社は消え去り、ロンドンに平和が戻る。素晴らしいことじゃないか。ただ勝つ保証がないから言ってんだよな、アーサーは。ローリの説得を行うには 何らかのカードを切る必要がありそうだった。そのために有用な話題。それはは、え、まあどっちかっていうと両親じゃないの。サルーフ福音教団ってあんま関わってなくない。だってローリー、あの件は。あいつらは昔、僕は父さんの意思を継いだんだ。君の気持ちもわからなくはないが、まあそうだよな。悪いけど君の都合に過ぎないだろう。サルーフ福音教団関わってたっけ。でも、え、てかめちゃくちゃ賞あるんだけど、これで終わんないの。なんか次のページにもなんかあったんだけど。サルーフ福音教団の件を覚えて。アーサー、その件を出しにするのは。ああ、そうだね、そうだね。僕を怒らせることになるよ。そうか、まあそうか、先生が分かってて口にしてるんだよね。黙れ静かにしろお前は。俺が喋ってんだよ。あれか、確かに先生の話とかあったもんな。じゃあこっちでいいや。もうこれ覚えたら最強よ。今の僕はファミリー全体を率いてるんだ。言葉の通り、今のローリーはマフィアを率いる身だ。今まで触れ合ってきたとはいえ、アーサーの個人的な事情では彼女の決意が揺らがないようであった。話はここまでだ。ローリー、すまない。おい相棒、そこまでにしとけ。小娘の意思を曲げて。これゲームオーバーじゃないよね。なんかめっちゃ嫌な予感するけど。そうだけど、お願いだから無理はしないでくれ。うん、もう行かなきゃ、みんなが待ってる。それじゃ、まあ後から追えばいいじゃん。でも、あ、なんかゲームオーバー臭いぞ。あ、その後魚者リオピットマンとの交渉に成功したシャーロットたちが引き出した情報をもとに本拠地へと急行したアーサーだったが、これはかっけえ、なんかかっけえぞ。絶対ゲームオーバーじゃん。絶対ゲームオーバーじゃん、これ。あれかね、逆に激高させるのかな。ちょっとやってみていいかな。サル、僕はミシェル・マージョリー・ウィリアムズの死を忘れてない。最後は僕が手を下したが、発端はサルーフ福音教団だ。本拠地見ちゃったわ。てか、本拠地の絵見ちゃったわ今。グリーンメイソンが元凶なら好都合だよ。奴らにはきっちり。落ち着いてくれ。うん、僕たちが本当にやらなければならないことは、奴らを無言らしく殺すことじゃない。奴らを生かして捕らえ、背後関係を割り出して、グリーンメイソンの組織全体を。あ、ちょっといいぞ、いい感じだぞ。確実のもとに晒す。おう、大規模で長い戦いになる。それには警察の協力が不可欠だ。いいぞいいぞ。単に殺すのではなく、情報を引き出して根絶やしにする。あ、末端の関係者まで。そっかそっか、相応の罰が与えられる。うん、確かにその方が僕の本懐を果たせるだろう。だったら話の筋は通ってる。だけどそもそもロンドン死刑というのは共同戦線を張るに足る存在なのかな。信用できない。相手をわざと怒らせるということか。僕がグリーンメイソンだったら、目障りだから真っ先に警察をマークするよ。常に監視して動向をチェックする。彼らの動きは
グリーンメイスンに筒抜けだと考えた方がいいだろうね。それでも君はロンドン市警と協力しろって。まあでも一応捕まえたからね、スパイっぽいやつは。その点は心配いらない。僕とシャーロットが手を回したんだ。内通者は排除したから問題ない。警察上層部の圧力から家族案だったり。もうこれじゃないの。警察内部にいた内通者なら排除した。今はもう問題ないよ。なるほど。では聞くが、グリーンメイスンの内通者はもう絶対に死刑の中にいるんだね。知らないよそんなの。知らないもん。保証できるかい。絶対に。いいかいアーサー。だから改めて聞く。悪いが信用はできない。はいはい、戻ります。はい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 、戻ります。死刑と協力することはできないよ。めんどくせえなお前。従いを早くさっさと。仕方ないな、警官と協力するかって言えよバカ。めんどくさいんじゃ、選択肢増やしやがってよ。警察上層部からのロンドン市警の警官たちは、ああ、そっか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 、そうだね。上層部からの命令には従わない。彼らは自分たちの意思で悪と戦うって決めたんだ。そっか、休暇を制限してるから、まあ上の方もまあ休暇として判断してるのか。彼らとは立場が違うだけで、打倒グリーンメイスンという目的は同じはずだ。君にも協力してほしい。頼む。いいだろう。あ、君がそこまで言うのなら。いや、長かったわ。ただあくまで抗争の現場にたまたま居合わせるだけだ。お互いに手を出さないようにする。はい、それでいいね。いいと思います。てかさ、見てこれさ、これ、まあ、でも序章で始まってるから最終章あるよな。でもこれはシアターっぽいから、そう、これボーナスシアターっぽいな。最終章って名前でありそうだな。長いんだよな。ああ、もちろん。それじゃあ詳しい手はずだが。もうごめんね、もうこんなこと言うのはマジで心が痛む。痛まないけどさ、まあもう他のゲームやりたいんだよ本当に。苦しい他のゲームやりたいんだよ。動画でアースの説得は構想した。現在判明している情報の共有、そして今後の動きについて協力者となったローリーと話をつけた。アーサー、リオ・ピットマンが口を割りました。は、彼の家族も非番警ら隊が保護しています。これで奴らの本拠地に。お客さんだ。協力するって気言わないと。それじゃ僕はそろそろおいとまするよ。こっちでもいろいろと準備が必要だからね。アーサー大丈夫か。一応反社会にお前情報渡してんだぞ、警察の。大丈夫かアーサー。アーサー、彼女と一体何を。悪い話じゃないよ。彼女は真のある信頼できる人物だ。君にも共有しておきたいんだけど。ああ、共有するんだ一応やっぱり。はっ、グリーンメイスの本拠地おもろ、急に来たな。まあどうしよう、じゃあ、まあ時間来ちゃったからもうこれで終わるか。まあでも次回グリーンメイス片付けんのかな。これが気になるんだよな、この第5章の次。まあでも最終章って名前であんのかな、多分。第5章でグリーンメイス潰して、最終章でちょっとなんかその、なんかアフターエピソードじゃないけどさ、なんかこれからのアーサーの動向みたいのを描くのかな。まあとりあえずじゃあ今回はこれぐらいで終わろうかなと思うわ。じゃあ、あざした。